ちょっと一回警戒しよう。一回警戒しよう。はい。よし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 。ああ。ちょめっちゃ叫んだわな。どうもー、カラスの爪ダンソードです。ホラーゲーム企画、カラスの爪第128弾はこちらのゲーム、It ファンミニゲーム。こちらのゲームはですね、Five Nights at Freddy's に似たゲーム性を持つ映画 It と、まあ、コラボしてるわけではないな、非公式ですね、ファンゲームという感じで作られたものです。で、このゲームね、一回実況したんですよ。で、最近ちょっとね、グラフィックボードじゃないんだろうな、あれはなんだろうな、なんかキャプチャソフトの調子が非常に悪くてですね、映像がこうチカチカ点滅するとなってしまって、一本ボツになってしまった動画があったんですね。で、泣いたマジかよみたいな。しかもこのゲームめちゃめちゃ怖いの。だから俺一回もうやってるんですよ。クリアできなかったんだけど、一回やってるんですけど、もう一回やっぱこのゲーム紹介したいということで、内容分かっちゃってるんですけども、やっていきたいと思います。謎解きの部分とかね、もうすげえ分かっちゃってるから、もうなんなら、いや、まあいいや、やっていこうということで、今回ね、It のミッゲームやっていきたいと思いますよ。この後笑うから、ネタバレできるよ、俺。ほら。いい声だよね。映画 It リメイク版が今公開されてると思いますけど、皆さん見ましたでしょうか。俺はね、ちょうどね、この今収録してる翌日、日曜日になるんですけども、翌日が、その日にね、ちょっと見に行こうかなと思っております。楽しみですね。で、今回なんですけども、なんかこのガレージみたいなところにまず閉じ込められてんのかな、なんなんだろうね、まあ、ちょっと It っぽいですよね、ここもね。で、しかもファイブナイツっぽい側があったり、なんかね、頭の着ぐるみっていうのかな。まずスコップゲットでしょ。で、フラッシュライトゲット。で、周りを見渡すとですね、まあ、これが側なんだけど、これは、まあ、別に関係ないのかな。制作者の遊び心で置いたんだろうね。その横に1個ね、新聞記事があるんですよね。はい。で、さらに、ここのカーテンのところみたいなところに1個新聞記事があると。で、さらにもうサクサク。この辺もめちゃめちゃ何分もかけてやってたんで、超サクサク。で、時計の中にも1本し、1個新聞があると。で、ここチェックボックスできるよと、中見れますよーっつって1枚新聞がありました。これで4つ、新聞が揃ったと。楽しそうで何よりです。で、これ見ると、1827と番号が右上に記載されてますね。これ多分ペニーワイズだよね、この絵もね。なんかちょっと不気味な絵だな。で、この1827という数値を、どれだっけな、これか、これに入れてくんですけども、まあ、とりあえず他にも一応見とこうかな。まあ、こういうボックスがあって、でもここには何もないんだなぁ、みたいな。あとは、これは、土だね、つって。じゃ、ここをスコップ持ってけるよね、みたいな感じのね、謎解きもありました。はいはい。なんかちょっとね、朝顔とか植えられそうな、そういうプランターですけども。で、これが、これは謎の箱ですよね。ただ、ロックがかかってると。じゃあ、これで謎解きの1827入れていきましょう。これもキーボードで入れていくのかな ?1827。これ1回目めちゃめちゃ俺絶叫してっからね。うわーとか言って、めちゃめちゃ絶叫してたからね、この生首。ね、もう今は何とも思わない。で、これを、ここに入れていくっていう謎のシステム。半分だけ入れてね、育ちますようにっていう。髪がちゃんと生えますようにっていうのを願ってね、入れていくわけですよね。そうするとこの不気味な響和音が聞こえてくると、で、後ろを向くとあら不思議バルーンポンで、バルーンの中から鍵が手に入ったようです。じゃあこれを使って、おう、なんなん、今ちょっとびっくりしたこれで開けていくと。で、そうするとフィルムが手に入るんだね。そうすると、はい、ドアが出現したと。じゃあそのドアの中に入っていけばいいみたいな感じなのかね。まあ、これは映写機でこう投影してるわけですよね。さあ、ということで、WAD で、左右を見渡すことができると。で、そうするとですね、この後敵がね、襲ってくるんですけども、それをね、倒しながら脱出を図っていくみたいなルールですね。やっていきましょう。プレイ。おい、行くぞ。で、左と
右どっちにももう敵がいるんだけど、この上のマンホールをねクリックカチカチやっていくと開けられるんですよ。うわいっぱいいる。でこれで最後まで開けられるはクリア。ただうわいっぱいいる。いや結構怖いこれクリックだったかな。あこれで開けられるんだね。あライターがつけられると。でこれで撃退するんだけど、怖っ。ちょっと待って、一回俺やってんのに なんで俺しっかりビビってんだよ。ちょっと待ってでこういう感じで隙ができたらカチカチやっていくと、あダメだダメだ、一回やってようが怖えもんは怖えわもう一回やっていきましょう。意外とこれ難しいんだよな。最後開幕が大事だから、開幕が一番大事だから、高橋名人みたいな超連打のクリックをかましていくことでこのマンホールをいち早く開けていきたい。右左もまだ見ない、いる。左側だね、とりあえず左側警戒、左側警戒は分かってる。そろそろかな、そろそろかな。あ危ねえ危ねえ、ちょ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 、はいはい、右側が来てるよ、右側が来てるよ。マンホールを半分ぐらいまで開けた。ああ気のせいだった。あ左も2人来てる、ちょっとずつ近寄ってきてね。あ増えてきたな。あまだ大丈夫。あ来てる、あ左も近いよ近いよ、気をつけていきましょう。はいはいはい、 OK で右左、危ないかな。よしいいんじゃない、いいんじゃない、これはい OK。今いない今いない、高橋名人になって、高橋名人になって、相当頑張って頑張って、はい、結構来てる結構来てる。ちょっと待って、大丈夫、はいはい、ちょっと一回経過しよう、一回経過しよう。はいよし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 、めっちゃ叫んだわな、めっちゃ叫んだな今な。なんかやっぱこういうタイプのゲーム慣れないね。うん、なんか毎回違うじゃん、慣れないよねさああとちょっと、どうだどうだ。さあ右が一人来てるぞ、回避していきたいところ。そろそろ俺クリアしたい。あー危ねえ危ねえ、今上に向きそうだった、危ねえ。あ結構いい結構いい、開けたい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 、左来るかな。ちょっと一回回避、一回回避したいな。よし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 、ちょ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 いのちょいちょちょいのちょい、はい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 、オッケーオッケー、よし今いけんじゃないこれ、そのまま連打、よっしゃい。どんな問題、さーて、いや今イントネーションおかしかったな、さーてーってイントネーションおかしかったな、さて次はですね、映写機が、映し出されるんですけども、ここがねちょっと難しくて、これねここにねペニーワイズがたまに出てくるんだけど、その時にこうクリックしてあげるとこうガレージが開けられると。でそれで、照らしてる感は襲われないみたいな感じなんですね。であとこっち側の、絵からもさっきマンホールのところにもいたあのキャラが、襲ってくると、徐々に。なのでそれもこうたまに見てあげることで回避できるみたいですね。見るだけでいいみたいな。どれぐらい生き残ったらいいのかいまいち分かんなくて、多分ファイブナイツと似たようなゲーム性だと思うんで、なんか決められた分数生き延びればいいんだろうけど、なかなかそれが難しい。ペニーワイズいるっていうのをこうアハ体験のように見ていくと、いるかないるかなって。あとはね風船、赤い風船とかが出てくるんですけど、それに、もうなんかライト当てた方がいいのかな、うん、そんな感じですね。左側はまだ大丈夫、まだこの辺序盤って感じだけど、途中でね映写機もこれカチャーカチャーとかいきなりね2連射のようにこう変わったりする時もあるので油断できないですね。さあそろそろ危険になりそうな雰囲気、図書館、この辺もね映画とかで出てくるような場所ですよね。前のこうリメイクされる前のイットもちゃんと俺見た、あで変わるまでかな、よし変わった、あいる、開けて、あ大丈夫、オッケー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 、今ドアじゃねえや、車のとこいましたよね、覗いてた、オッケー大丈夫大丈夫。あほらここいるんですよ、あれ見てあげないと、あほら消えたでしょ、こんな感じ、あいいんじゃないいいんじゃない、生き延びてる生き延びてる。結構これ最初ルール分かるまでねすげえしんないんですよ、全然分かんねえっつって英語読めないんで、最初のところに白い画面にこうルール多分書かれてましたけども、あれが読む気がないみたいな。あいる、ペニーワイズいる、滑り台の下にいたね、
で、これでやってあげると。こっちは OK かな？ OK、OK、OK。あ、また来てるね。ペニーワイズいない、大丈夫。はい、見てあげたんで消えました、中にいたやつ。ちょっとね、絵の方に関しては来てる来てないが、ちょっとね、スマホとかで見てる人は分かりづらいかもしれない。ちょっと待って、俺手が震えてるんだけど。なんか、ま、分かりづらかったら一時停止とかして見てみてください。大丈夫だね。オッケーオッケー。生き延びてるね。こんな生き延びてんの、なかなかないね。あ、ペニーワーイズ、ペニーワーイズ。オッケーかな。オッケー。オッケーだね。ちょっとアハ体験してんだよな。画像もたまに変わってるから。あ、生きてる、生きてる、生きてる。大丈夫かな。あ、消えた、消えた。オッケー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 。いいよ、いいよ。あ、赤い風船あった。一応やっとこう。オッケーオッケーオッケー。いいよ。あれ？クリアできちゃうんじゃない？ペニーワイズいないよね。大丈夫。あ、いる。滑り台の下にいた。ああなんで、なんで俺さ、ホラーゲームこんだけやっててさ、慣れねえの？おかしくない？普通に絶叫してるじゃん。なあ。なあ。もう一回ぐらいやるか。じゃあもう一回だけやっていきましょう。でも今のな、だいぶ生き延びてたから、あれ以上のプレイングはもう見せられないと思います。まあちょっとね、映像を楽しんでいきましょうよ。いやー、でもやっぱスティーブン・キングの描くホラーっていうのはすごく魅力的ですよね。小説ではね、俺ミザリーをね読んだことがあります。映画に関しては結構いろいろ見たかな。それこそシャイニングもイットも。ミザリーは映画は見てないんだけども、他にもいろいろあるやつ結構見ましたね。やっぱスティーブン・キングの描く作品っていうのはすごくいい。何なんだろうね、あの感じはね。ちょっとワクワクする部分もあったりしてね、ここも子供心を思い出すような部分もあったりするのがね、なかなかいいですよね。不気味なんだよな、あれがな。それこそこう、イットとかさ、ゲーム化してもいいのにね。こういうファンゲームももちろんありますけども、普通に公式でさ、それこそ出してもいいのになーっていう。ホラーゲームとして出したら結構盛り上がりそうなんだけどね。ここ近年ちょっと俺だいぶピエロのホラーゲームたくさん実況してますけども、ピエロ自体がこう認知度が上がってきたというか、ホラージャンルとして確立されてきたところもあるなーって思ってるので、その辺もね、イットとかね、ゲーム化してくれたら面白いのにねーって思います。さあ、ただペニーワイズは全然来ないぞ。たまにあのね、ガレージ上げててもね、なんか襲われるような時があっている。不思議な時があるんだよな。変わったタイミングかな。変わったタイミングで一回下ろして、いるのに下ろしちゃうみたいなやつかな。ただ光っちゃっている、光っちゃってて分かんなかったですんだよな。左側もいる、敵キャラ。大丈夫、よかった。右側は運で今回避しましたね。ここいる、ま、中央あたり。これ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 か、これ敵。あ、風船あるじゃん。大丈夫、来る前兆なのかな。若干わかんねえんだよな。大丈夫大丈夫大丈夫。生きてる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 よ。連続変わった、ペニーワイズ。滑り下、滑り台の下にペニーワイズ。ここ大丈夫？ここ血がついてるとアウトなのかな、この絵はね。多分ね、さっきちょっとついてた気がする。ペニーワイズいない。オッケー。あー、左側いた。消えた。あー、いたね！ていうか、風船あったわ、今。あー、見逃してた。という、まあ、こんな感じのルールで、まあ、時間まで生き延びればクリアみたいですね。まあ、多分クリアしても何もないんだろうけど。ということで、今回はね、イットファンミニゲームというね、ホラーゲームやってきました。興味のある方は PC ゲームでぜひやってみてください。ということで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。